はい、レベル2を設置します。はい、入ってください。あーと。はい、上の方ですね、真ん中、2本ですね、施術を行っていきます。術前がですね、左側がかなり大きく前に傾いた状態ですので、この部分をしっかり内側に入れていくのにあたって、どうしてもこちらね、右のサイズが問題になってきますので、ちょっと今回真ん中2本をですね、しっかり形を整えて、バランスよく、整った歯並びに仕上げていきたいと思います。はい、噛んでください。はい、感じの方ですね。開いてください。はい。上の歯ですね、真ん中2本ですね、仮の歯装着してます。実際のね、ねじれた歯並びをしっかり整えて、2本、並びをね、揃えてます。左に関してはですね、もともとの生え際が非常に高い位置にありましたので、ここはちょっとピンクの、材料を使って、歯茎のような形に作らせていただきます。少し歯茎とのね、色のミスマッチはね、ありますが、こちらはセラミックで、最初しっかりね、色、形を含めてですね、綺麗に合わせていきたいと思います。はい、噛んでください。スラム装着してます。はい、真ん中2本ですね、スラム装着してます。術前がですね、左側がですね、大きく前に ねじれて傾いた状態ですので、その部分をしっかり内側に入れて真ん中2本ですね、スラムを整えてます。で、歯茎のラインがですね、どうしても元の生え際が高い位置にありましたので、この部分はピンク色のですね、セラミックを使うことで、見た目の高さを揃えて、真ん中2本ですね、整った歯並びを作らせていただいてます。開いてください。